寝起きにポテトチップス。こんにちは、こんばんは、コマンタルブー、アスミカナです。あなたの松木美優です。さてこの番組は何どうしました？ちょっと今日、ね、久々に気持ちをね込めた、はい、すごくあなたのに。あ、そうだったんですか？なんかいつものようにもうすっかり慣れてしまって珍しく照れたと思ってちょっとびっくりしてしまいました。とんでもないことでございます。そうだよね、これ照れっていうとこだよね。普通そうかもしれないです、ね、あ、今になって気づきました。最初の頃はねちょっとなんか おかしいなって思ってはいたんですけどちょっとどうかしてるなとはね。改めてラジオ CD でってなると ね、 そうね、ちょっとこっぱずかしかったりしますよね。そうね、そうね。そっか、初心はすべからずさてこの番組は寝起きにポテトチップス、はい、お仕事のない日曜日、たっぷり寝坊した朝のぐにゃんとした感じでお送りいたします。ゆる、はい、い番組を目指しております。はい、本日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。さて今回は寝ポテのラジオ CD 青でございます。青、はい、赤青黄色と、はい、出させていただいておりますが、はい、まあ、青だけ買ってる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけども、そうね、そうね、うんうん、今回は青、そしてその青のテーマはやりたいことをやる当てなくなってやりたいことをやる、なんかすごい難しい問題かと思ってしまう。なんか、はい、ちょっと深いテーマだよね。そうなんですよね。そう、本当はね、私が本当にやりたいことってみたいな、そういうこと、人生的なね。そうね、いえ、そんな難しい話ではありません。うん、あれでもね、はい、青と何かかかってんのかな。え、色と、え、嘘、わかんない。え、私そんな話は何も聞いてない聞いてない探す探す、じゃあ今日探そう、今日の収録で青を探すわ。わかりました。さあ何がしたいか、まあいろいろとあるかもしれませんが、とりあえずは旅がしたいね。あすみちゃんさあ、はいはい、2014年さあ、はいはい、あれ2013年もか、なんか旅行するみたいな感じで意気込んでなかったっけ。ないです、意気込んでたよ。嘘嘘、私そんな目標持ったことない。嘘嘘、なんだっけ、免許を取るのが目標かなって思ってたら、あ、旅行ですみたいな流れ言ってました。本当に私そんな目標を立てた覚えがない。あれでも一人旅は去年おととししました。ねえねえ、そうだよね、はいはい、旅好き、旅好きだと思います、うんうん、あんまり行動力があるタイプではないので、うんうん、なかなかできてはいないですけど、うんうん、したいなとは常々常々思ってはおります。うん、松木さん好きですよね。好き、すごい突発的に行く。そう、その行動力が欲しいな。あれ、明日明後日空いている、よし北海道へ行こうみたいな。そう、それはなかなかできないです。私でも突発的だと高いのよ。あー、そっか、そうだよな、もっと前もってあるね、決めとけばね。そうなんです、タイミングやら時間やら、ね、なかなかね、がっつり旅というのも難しいものがありまして、うま、ということで今回は疑似旅行、ほほう、疑似旅行、疑似、私たちがサイコロを振りまして、出た目の観光地に関するトーク、そしてご当地弁当を食べます。いいんですか、やりたいことをやる、いいんですかいいことしかないけど、いいんですか。本当に普通こういうなんかね、うん、ちょっとラジオ CD 的なものって罰ゲームとかあるじゃないですか。何かしら無茶なことをこう言わされたり、うん、私たちもうすれちゃったんですかね。なんか辛いことが待ってるみたいな、でもだってさ、観光地に関するトークを楽しくしてお弁当食べられるなんてこんないいことないよ。いいことしかない、いいことしかない、やったね。ネポテですから、ありがたいことでございます。ゆるりとお届けいたします。うん、で、で行ってみたいとか行ってよかったっていう観光地ってなんかあります、うん、どこだろう、どこだろう。私温泉が好きで、あー、はいはい、よく一人で温泉に行ってますよね。行ってましたけれども、すごい草津よかったよ。草津はね、ちなみさんとかと行ったんだけど、草津めちゃくちゃよかった。行ったことない、すっごくいいよ。え、温泉地の違いって何なんですか。
でもね、草津のお湯って、トゥルトゥルになった。すべすべになるの、肌が。はい、泉質なんだろうね。そう、ラジオのその打ち上げじゃないけど、なんか番組旅行とかでも行ったんだけど、本当にね、ツルツルになって、 あとね、草津って源泉がすごいいっぱいあった気がする。へー、なんかもう草津の町ってそんなに広くないのに、源泉がめちゃくちゃいっぱいあって、あの源泉のとこ行こう、あの源泉のとこ行こうって。へー、あ、そんな温泉地としての楽しみ方が。本気温泉地よ、本気。本当に行ってみたい。え、あすみちゃんは？北海道はお仕事で3回ぐらい行かせていただいたんですけど、プライベートで行きたいなってすごい思います。一人で行った。そうでした、うん、去年でしたっけ。去年だね、かな、うん、去年、去年。いいなぁ、一人で北海道はちょっとなんか、でもドキドキしたですよね。でそれもめっちゃ突発的に行ったから、すごい。北海道着いて事務所に電話してあの私今北海道着いてからえっって、そうなの、そうなの。北海道いいよね。あと天気良かったの、私行った時、天気良かった、すごく良かった。いいですよね、旅行の時はなるべく晴れてほしいですよね。というわけで、日本まだまだ知らない土地もたくさんありますし。そうよそうよ、観光地もたくさんです。うん、で今回は日本全国の観光地に関するトークと、ご当地弁当を食べるということで、ゲストの方にもいらしていただいております。どなたですか？彦摩呂さんです。寝起きにポテトチップスこんな番組私たち結構さ、はい、閉じてるじゃん。閉じた世界の中で の中でトークしかしてきてない気がして、胃の中のカワズ的なところでいたのに。カワズですよ。彦摩呂さんといったら誰もが知ってる有名人さんでございます。有名人、芸能界ですよ。まさか私声優になって彦摩呂さんをゲストにお迎えしてラジオすると思いませんでしたもん。あの私ね、はい、ここだけの話、はい、幼少期にチャチャが好きって、それは存じ上げております。松木さんから知りました。ちょっとちょっと勝俣邦和、木野正人、中村信俊、松原桃太郎、西尾拓海、西尾拓海さんは私が一押し推し面だったんですけど、止まらない、止まらない。西村智美さんと結婚されて、あ、はい、幸せになってくれればいいの。あ、まあ、それはいいんですけど、それでチャチャがすごい人気あって、はい、頃って光源氏と、あと幕末塾さんが。私その情報ネットで見た情報はい、そうそう、幕末塾やんって、なんか結構すごい、はい、ごめんなさい、私はちょっとあの昔だったんであれなんですけど、なんかすごい 和な感じの、まあ、幕末ですから。幕末塾ですね。まさに幕末です。でもアイドルグループですよね。そうだよ、人気あったよ。そうなの、変なの。まだ私物心ついてないかもしれないですここですでに、ね、年齢差が結構ありますからね。光源氏幼稚園の頃なんかみたいな思い出がありますね。え、はい、え、幼稚園でしたよ。あ、うん、わかった。その幕末塾との関係性ですね。そうです、幕末塾の彦摩呂さんが今日はいらっしゃるということで、それもちょっと熱いなと思っておりまする。そうか、ね、私はもうすべて彦摩呂さんがいらっしゃるということでネットで知った情報だったんですけれども、いろいろびっくりでしたが、松木さんは知ってたんですね。だからちょっと今もう若干緊張を覚えております。緊張は、でも私もですね。テレビで見る方ですからね。しかも本当に日本全国ね、食レポねしてらっしゃる方なので、ね、もう大名詞ですよね。グルメレポーターさんといえばもう彦摩呂さん、はい、みたいな。いろんな貴重なお話も聞けるかも。じゃあもう美味しいもののお話もいっぱい聞けるんじゃないですか。楽しみだね、楽しみだね。そうなんです、うん、ドキドキですし楽しみです。はい、それではそれでは、ラジオ CD 寝起きにポテトチップス青、よろしくお願いいたします。寝起きにポテトチップス。